セント。セントは、都をよそへ移す、移すこと、都を変えることを意味する、漢字文化圏の語。日本語では古くは都移り、都移りとも言った。反対に、かつて都であった場所に都を戻す、返すことは関東といい、CF 関東の一覧、日本語では古くは、都帰りとも言った。ただし、日本語に限っては、関東はセントと同義で用いられることもある。 現代では、首都機能の全部もしくは重要な一部を他に移すことを指して、首都機能移転という語も用いられる、口実。新しいとは、新と、過去のと、一代前のとやそれ以前のとは、旧とという。旧とは、古いとを意味すること、ことと類義ではあるが、強調点はそれぞれに異なり、前者は、過去を、後者は、字の積み重ねを含意する。廃されたと、 廃されるとも同じく、および廃墟と化したとは、廃都という。塔を定める、伝める、定めること、塔を建設することは、初であるか以前がどうであったかとは別義に、テントという。塔を定めることは、帝都ともいう、幼霊、北京帝都が、鴨の長名が、北条記の中で、佐賀の五字と定まりける、解釈。 平安系二戦とした、寒武天皇より二代後の差が天皇治政下の孤独、すなわち、平城艦と破砕後の抵抗を制圧した、クスコの変の事後になってとは定まった。CF 平城艦との章と述べているように、法的にとが決められたり移されたりした後も、都作り分けられ、都として、政治的に安定を見たときに、ようやくとが定まるという概念でもってこの語が用いられることも、ある。 塔を建設する。そのこと自体は剣とというが、字と人塔を育んでゆくなどといった抽象的な意味を含めて塔を形作ってゆくことを指す場合もある。要例、平安剣と1200年。戦都や首都移転の例としては、首として以下のパターンがある。長距離の首都移転としては、ポルトガル王国が行政首都宮廷オリスボンから大西洋を渡った。 ブラジルのリオデジャネイロへ移転させた1808年の例と、その後、リオデジャネイロからリースボンに帰還した1821年の例がある CF ポルトガル王国。紀元前11世紀以前に起こった著名な国家における首都の変遷。紀元前10世紀からキリスト紀元までに起こった著名な国家における首都の変遷。 キリスト起源から古世紀の終わりまでに起こった著名な国家における首都の変遷。以下同様。現代の日本では、戦都は首都の移転や政府の場所を移すや国会が開催される場所を移すなどの意味で使われることがある。ただし、日本の歴史上のとがそのまま現代の首都と同義であるかについては議論もある。日本初期によれば、大化元年。 645年6月、中野大江の王子らが政変を起こし、新たな政治体制が構築された。新政府は、同年12月9日に、南波長井豊岬宮に戦闘を行い、翌大化二年、646年も飛び、高徳天皇は改心の御事のりを発しその第二条で、初治む京使と、初めて首都を定め、南波長井豊岬宮を首都とした。 西明天皇元年、六百五十五年一月、西明天皇は、南馬長江豊三崎宮銭と以前の宮である、板吹宮で即位、とは、アスカに戻った。その後、同年冬には、川原宮に、翌西明天皇二年、六百五十六年には後、アスカ岡本宮とアスカ中で首都が営まれた。天智天皇は、白月の絵の戦い敗北後の天智天皇六年。 667年、内陸部の大江大津宮に戦闘を行ったが、人心の乱の後の天武天皇元年、672年、アスカ清見原の宮に戦闘。とは再びアスカに戻った。天武天皇12年、683年12月17日、天武天皇は副都政の章を発した。まず、南波長江豊岬崎廃絶後も、外交拠点として存続していた。 南馬宮を福都とし、さらに、紀内と信濃国に福都を設けるために施設を派遣した。しかし、紀内と信濃への福都設置は実施されることなく終わった。藤原京仙とは南山だった。日本初期の藤原京仙とに関する最初の記述は、天武天皇5年、676年の新城建設に関するものである。その後、銭湯計画は中断と再開を重ねた後、 自藤天皇八年六百九十四年十二月に藤原経営の遷都が行われた。藤原家は日本で初めて城報を整備した画期的な都であったが、その知性の悪さから破棄され、和道三年七百十年三月十日、元明天皇は平城経に遷都を行った。平城戦闘に関しては大法律令の制定を契機に、 中央集権国家にふさわしい首都を建設しようとしたともされている。平城京は藤原京に続いて、城防を備えた本格的な都の城として造営された。天平12年740年、聖武天皇は伊勢国、美濃国と関東を行行後、平城系、北の途中の同年12月15日、国京に戦闘を行った。その後、 天平16年744年2月26日に南馬圭、さらに天平17年745年1月にはしがら木具へと目まぐるしく、遠い転させた後、同年中に平城圭へ帰還した。延暦3年783年11月11日、関武天皇は長岡京戦闘を行った。しかし、延暦13年、 七百九十四年に六、八月と、続けて水害に見舞われ同年中に、平安京に等を移した。延暦十三年、七百九十四年十月二十二日、関武天皇は新たに、平安京をとに定めた。それから約四百年後の自称四年、千百八十年六月二日、平の清盛は、福原京戦とした。しかし福原京は、短命に終わり、 同年11月25日には平安系に再選とされた。その後京都は千年以上に本国の首都であり続けたが、一新政府は明治時代になって江戸を東京と改めさせ、ここを首都とした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。